あ、魚連坊釜の松尾と言います。よろしくお願いいたします。で、簡単にまずうちのご説明からですね。で、うちがですね、私の父からになります。で、もうここの場所で始めて今50年ちょっと超えたくらいですね。もう50数年になります、ここの場所でですね、父が始めて。で、父がですね、有田の方で、佐賀県の有田の方ですね、で陶芸の勉強をしてですね、でここで独立したんですが、佐賀県にですね、焼き物でいうと有名なところでいうと有田焼きっていうのが一つあって、もう一つ唐津焼きですね。で、有田焼きは一般的には磁器と言われてて、唐津焼きが土物なんですけど、うちの場合ですね、唐津焼きに近いです。で、こう見ていただいたら分かるように、だいたい唐津焼きをベースにしたですね、和食器、そういうのを作っています。だから普段の生活、食事の時に、使えるようなんですね、お皿であったり、お茶碗であったり、小鉢であったりとかですね、そういうのをメインに作ってます。で、その唐津焼きっていうのはですね、うちの場合はその使ってる土ですね、土が、唐津焼きの土をベースに使ってます。あと、上薬の種類とかですね、絵付け、ちょっといくらか絵付けがありますけど、そういう上薬の種類とか絵付けもですね、この唐津焼きをベースにしてます。上薬って言うんですか？上薬はですね、こういう器にかかってる、こういう色のついてる、こういう色をですね、上薬って言ってます。だからちょっとこういう赤みがかった色とかですね、ちょっとこう、これ少し青みがかった白ですけど、こういう緑とかですね、こういうのを上薬って言ってます。元の色ってどうなんですか？元はですね、ここが土の色です。あ、今日作っていただくのもですね、コーヒーカップと、なんかとっくりとところかなんか作ってますか？はい、でもとっくりってなると難しくそうじゃん。ですね、いや、お手伝いしますから、行きましょう。自分がイメージしてる通りにはできないかもしれないけど、使えるのはできると思います。はい、お願いします。はい、じゃあそうしてみましょうかね。はい、早速やってみましょうかね。最初はですね、これ底作りですね。だからコップだったらですね、ちょっと少し多めに粘土を取ってこう丸めるんですね。お餅丸めるみたいにこんな感じですね。で、ちょっと薄くしてやったのをこれでこう叩いて伸ばす。で、おちょこの場合はですね、それの半分ぐらいでいい。もっとチェックです。大きさにもよるんですけどね。こう回転させながらですね。ノルウェーの。はい。それでこう回転させながらとか。あんまり早く回さない方がいいです。いいですか？大きさは大中小で言うと。平らになるんですか？でも いけてますよ、それ。いけてます。で、これをですね、普通に鉛筆の積み台に持ってですね、ちょっと印をつけてみましょうか。で、こう肘をついてですね、ビューンと回して、で、左手で右手の手首をですね、ちょっとこれしっかり持って軽くなんですね。しっかり持って軽く、そうそういう感じ。あ、しっかり持ってですね、ちょっと内側に行ってみましょう。練習で。こういう感じ。こういう感じ。どうしましょうか、この真ん中か外か、真ん中で行ってみます。そしたらですね、これできてます。多分。で、あとこの線沿って切って周り外せば大丈夫です。おお、綺麗にできてるじゃないですか。十分十分。平らになってる。
これで大体こう伸ばしてですね、あとはこっちの平たいまで真ん中を叩く。そう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 、ほらこう、でこれを鉛筆持つみたいに持ってちょっと印をつけてみましょう。ちょっと大きめ、ちっちゃめがいいです。ちっちゃめがいい。あはは、形はちょっと広がった形とか筒状とか。本当はこういきたいですけど、あーはーはー、今日はこういきましょう。あ、まあ小さいから2つは作れるかもしれないですよ。こうとこうと1個ずつぐらい、まあまあ1個作ってみましょうかね。で肘をついてですね、で左手でそうそうそう、それだけ、うん、までしっかり持ってですね、しっかり持って軽く、しっかり持って軽く、軽く、そうそうそう、ちょっと内側にしっかり持って軽く、こういう感じ。ちょっとこの辺に線引いてみて、しっかり持って軽くと、しっかり持って軽く、そう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 、ああ大体いいですね。でこの、この内側の線でいきましょうか、はい、杯だったらですね、これでですね、この線に沿ってずっと切って周りの粘土外してからやで、次は、粘土の紐をですねこう取ってですね、ちょっと台の上ささっと綺麗にして、ちょっとこう、はい、ちょっと最初にですねこねて、うん、そういう風な感じにしてですね、ちょっと力が強いです。よっしゃで軽く転がす、こういう感じで、もうちょっと細く、はい、もうちょっとですね、もう下までそれブスッと刺して一周ぐるっと回ってください。切ってください。均等にならなかったの、これですね、これですね、軽く転がすんですね。で一箇所こうするとですね、デコボコになるんですよね。だからいつもこう指がこうスライドするみたいな感じ、こういう感じ。いい感じ、はい、ここでやってみます。ありがとうございます。おー、いいじゃないですか。で、杯の場合はですね、この粘土の紐をですね、ちょっと細くしてみましょう、はい、で、一周回ったら長い分切る。でですね、これがちょっと長すぎるんですね。で、もう少しですね、こう詰めながらっていうか、余分な粘土がつかないようにですね、これぐらいちょっと多かったので、あとはですね、これで指で軽くつまんで軽く押さえてね、こうくっつけてみます。こんぐらいですか？だいたいですね。いいですか？うん、これぐらいですね、はい。これでぐるっと積んでみましょうか。境目結構強く押しちゃっていいんですか？そうですね、あんまりですね、ちょっといいですか？あ、そう、そういうことか、うん、こういう感じですね。で、両方の指使ってですね、右手と左手とこう外をこう触るときは内側からこう指を当てて、内側やるときは外からこう指を当てて、内と外とこう両方ですね、こういう感じで、なじますかね、こんな感じですね。でもあと一段ちょっと積んでみましょうね、はい、そんなに大きくなくてよければ、あと一段積めばですね、だいたいいいと思います。ここはもうこのぐらいでいいかもですね。小さくていいんですよね、はい、サイズは。そうですね。もうちょっと形にもうこうちゃんと。ちょっと少しこうふっくらした感じでいいですかね。はい。うん。いいですね。十分だと思いますよ、これで。このおちょこもですね、これ小さく見えて結構入るんですよね。いいですね。これどうしても上がですね、こうデコボコなったりするんですね。こういう回してですね、こうやってこう切ってやるんですね。そうするとこう高さが揃います。それはかっこいい。
はい、じゃあ出来上がりですね。おーす。あ、まあこう出来上がり こんな感じ で、はい、でちょっとここにお茶菓子でも置いていただいていいですし、まあこれはなんか別の用途もお皿だけでも使えると思います。はい、いいですね。あ、これはこうやって、はい、じゃあ一人酒を楽しんでください。ありがとうございます。これでいいですね。はい、ということで、どうもお疲れ様でした。いやー